さあ、ようこそ網走できっと何かのご縁があってお会いできたんだと思います。田村まさか知らなかったでしょ、ね、それでいいんです。それで今日覚えていただいてね、まあ、時々 YouTube でございますから、ね、YouTube で田村まさかを検索して私の YouTube 見ていただけるとそれがいいなと思います、ね、どんな遠くからお越しになったお客様でもね、当たり前につながることができます。さて、もうコロナの影響が始まってもう3年になりますね。3年の間あの矢沢永吉さんでさえコンサートができなかったんですけどもね、私は網走に暮らしております。このホテルまでずいぶん近いわけですよ。車で7分21秒で来ますね、だからね、ここの、ロビーコンサートだけはできたんですよね。だからそれはまあ随分恵まれてるなと思っております。さあそこでね、コロナになるといろんな、まずあらゆるコンサートがないですよね。生の音っていうものでおそらくね、感覚を持ってらっしゃるお客様や特にね、もう枯渇状態になってると思うんですよ。あ、ようこそね、ようこそ。それで生の音を今日はね、時間の限り楽しんでいただこうと思います。さてピアノの音いいですよね。ピアノがこのホテルは見渡す限りに3台あるんだ。ここに1個2個、廊下にも1個ありますね。こんなホテルもなかなかないですよ。さあ、モーツァルトやってみたいと思います。ある農家の方がビニールハウスでモーツァルトをかけておった。そしたらトマトが随分元気に育ったんですって。だから私らもね、モーツァルトを聞いてね、生の音を聞いて、例えば免疫機能なんかもね、あれ自律神経ですからなかなか思うままにいかないんですけどね、それが免疫機能がしっかり働くようになったらね、コロナのウイルス来たってね、まあ、鼻水ぐらいで終わりますよ、ね、そういう気持ちでやってみたいと思います。さてケッヘル311のソナタの2楽章を聴いてみたいと思います。Thank you.
ちょっと聞いていただいたんですけどね。私はまあピアノで、ピアノが好きでずっとやってるんですけども、実はプロになれたのはこの楽器のおかげだったんですよ。オカリナ、みんな知ってますよね。宗次郎さんが大活躍しましたから、オカリナのことはみんな知ってらっしゃると思うんだけど、でも意外とこのオカリナの生の音を聞くっていうのは、割と機会がまだ少ないみたいでね、ただいまからちょっとこのオカリナという楽器を、の音を聞いていただきたいと思います。そしてなおかつ強調しておきたいのは、オカリナは生の音、ね、そして伴奏も生のピアノの演奏をお届けいたしますよということなんですね。このちっちゃいピアノを利用してね、これちょっと演出に、私です、これいいでしょ、ね、私がここに座る格好にします。そしたらですね、もう勘のいい方分かりますもんね、鍵盤がちゃんと動いて生の演奏が出ます。生の音が出ますね。その感じを楽しんでください。さて、北海道の歌を いくつかやってみたいと思います。北の国から聴いてください。Thank you.
ありがとうございます、ね、いいでしょこの音色、さて続けたいと思います。アメイジンググレースいきましょうか。これね、実はそんなに簡単、難しい曲じゃないんですよ。ずいぶん簡単な曲なんですよ、これ。ね、さて、何いきましょうかね。竹内まりやさんの歌った「命の歌」、これも綺麗な曲です。
ありますよね、ジブリという映画、素敵な曲がたくさんありますので、いくつか選んでやってみたいと思います。これからいきましょう。いつも何度でも。さあ、これいきましょうかね。愛は花、君はその種子。ジブリをちょっと選んでみたいと思いますね。天空の城ラピュタ、君を乗せて行ってみたいと思います。Thank you.
ね、きっと何かのご縁があって、お会いできたんだと思います。田村まさかと申します。インターネットで、ね、YouTube ね、 YouTube 見ておいてくださいね、よろしくお願いします。さあ45分までちょっと時間が少ないんですけども、私のこのアルバムがね、こんなにいっぱい出てます。オリジナル曲がいっぱいあるんですよ。ちょっとそれでお付き合いください。優しい感じの曲からいきます。G スプリング聴いてください。次はですね、ベーシックシーンというアルバムができましてね、これもシンプルな、曲ばっかりなんですけど、ベーシックシーンの5番おぼろ聴いてください。
はい、聞いていただきました。これオカリナっていうんですけど、まあ、知ってらっしゃると思うけども、オカリナにもし興味があったらね、まあ、楽器屋さんで7000円ぐらいから売ってます。楽器屋さんで買うのはあの時にね、注意が必要でね、結構これ音痴な状態で出回ってるんです。音程がピーチがね、非常に曖昧な楽器で、だから楽器屋さんで買う時は、まあ、安いからいい、まあ、安いからいいっていう問題じゃないんですけどもね、お店の方にですね、音痴じゃないやつを選んでくださいっていうふうに伝えて、それから買うようにしてください。で、まあ、もし不安があったらっていうこともあってね、私はこれ、1個8000円でお分けしてますね。調律をしてるわけですよ。ね、440Hz でチューニングしてますから、これコンサートにすぐ使えます。1個8000円です。もしよかったら使ってみてください。さて、時間ももう少なくなりました。あと2つぐらい、お付き合いいただいて、終わりたいと思いますね。 F スプリング聴いてください。もう最後の曲になります。最後までいてくれた方本当にありがとうございます。途中でね、もう皆さん飽きちゃって帰っちゃったみたいですけどもね、これね、ちゃんと聴けるっていうのも実は能力なんですよね。才能なんです。ちゃんとそういうふうに栄養を吸収できるかね、どんな高価な薬があっても栄養を吸収できない人がいるわけですよね。だからお客様は選ばれた人なんですよっていうことで、さ、感謝の気持ちを込めましてね、最後の曲です。夏の終わりのセレナーデお聴きください。Thank you.
はい、ありがとうございました。ね生の音を楽しんでいただけたかと思います。今日は本当ご縁があってこうやってお会いできたんです。時々ね YouTube で田村まさか検索して見といてくださいね。ありがとうございました。またお会いしましょう。 YouTube で田村でした。ありがとうございました。